母様、父様は土の下にいて寂しくない？そっか、父様はいつ起きるのかな。と一緒に食べたいの？本当？じゃあ食べる。またね、父様。待ってるから早く帰ってきてね。母様、母様、あの雲ヤギに似てる。おじさんたち狩りに来たのかな。わかった。ここでいい子にしてる。臆病者。
う13年も経つのに。お母様は今でもナスラで生きているのかな。そろそろ起きなきゃ。朝の訓練終了っと。母様に似ていると言われるのは嬉しいけど、これだけは違うだろうな。どうしたもこうしたもない。婚礼の1週間前から当日までは働いたらダメだと言っておいただろう。働いてはいないわ。これは訓練よ。少しはこの私のルス王の嫁としての意識を持ってくれないか。ごめん、ちょっと夢見が悪かったから体を動かしたかったの。そういえば、少し顔色が悪いな。大丈夫か？平気よ。動いてたら楽になってきた。無理はするな。お前は時代の王を生む身なのだから。そうね。心配しないで。
人で狩りに行ったと聞いたしな。誰が言ったの？私の情報網を舐めてもらっては困る。愛しい花嫁のためなら悪魔にだって尋問するさ。王里は過保護すぎるのよ。それに私はフシにすら勝った女よか。もう何万回も聞いた。失礼ね、まだ万は言ってないわよ。必ず友のものをつけるように。分かったか？はい、分かりました、旦那様。たく。夫の言いつけを守ってくれよ、花嫁殿。仲がいいのね。王里様は今日もお忙しそうね。まあ兄弟だしね。またそんなこと言って、王里様ほどの美形はそうそういないわよ。顔だけで結婚できるならシャルは100回くらい結婚してるわね。そうね、100回まではいかなくてもシャルは数多の美男子を袖にしてきたものね。好みじゃなかっただけよ。シャルのお眼鏡にかなう男子なんているの？もう私のことなんてどうだっていいじゃない。それより今の問題はあなたよ、あなた。私？ええ、そのために呼びに来たの。そのためって一体何の？さ、こっちに来て。え、ちょっ、これって1ヶ月前だっていうのにまだ花嫁衣装を作っていなかったでしょ。だから私とサラーナで協力して作ったの。気持ちだけは母のつもりで作ったから誰も文句は言わないはず。ええ、この思いはきっと母にも負けないはずよ。いるのだとしても、あなたは恩義を大切にする人だから、それがテンゲル様の願いならば裏切れないんだろうなと思っていたの。多分私たちが何を言ってもあなたの最終的な決断は変わらない気がして。だからせめてそんなあなたの心の支えになるものを作りたかったのよ。私たちの心は常に共にあるわ。辛い時はこの花嫁衣装を見てそれを思い出して。
シャル、サラーナ。ありがとう。バカ、泣くのは式の時にしなさいよ。じゃないと、シャルまで泣いてしまうものね。泣いてないわよ、もうサラーナったら。本当にありがとう、二人とも。さてと、可可くらいは自分で作らないとね。あとはどうしようかな。あれは、まさか、また国境警備隊の一部が、あちらに買収されていたのだ。それより今は、無事な女を逃がすことが先決だ。捕まった女を見捨てるのね。今こちらの状況は不利だ。悔しいが、王たる私には被害を最小限にとどめるための最善の策を取る義務がある。なら私が行くわ。血のつながりはなくても、私も先王テンゲル様の子、民を守る義務がある。お前は私の妃になる女だろ。兄さんならもっといい花嫁が見つかる。だけど私には彼女たちの代わりはいないの。何をバカな。待て、お前の代わりだってどこにも。お願い、無事でいて。そんな。
なわ。近寄らないで。